ただいま。おかえり。悲しいな。悲しい。寂しくなるな。短いようで長かったなぁ。あは、何あった変よ。喜んでそうな顔で悲しいなぁ悲しいなぁってあんた。いや悲しいのよ。なんで何があったんだ。あれも聞けんくなるよ。おいぶちょっとこっち来い。なんで中山先生の真似で。中山先生、うん、移動やって。もう知っとるよ。なんで次は中山先生が転勤させたら嬉しいと。いや嬉しいのよ。悲しがってるよ。悲しい。そらあんたたちの剣道龍騎とあんたはもう中山先生に何回怒られたか分からんもんね。いやだからさ、もうちょっと平和になってまうな。悲しい。ひろちゃん、ひろちゃん安心してください。平和にはなりませんからね。中山先生もね、毎日毎日厳しくしたくて怒りたくてね言いよったじゃないってよ。その学年のね、生徒指導のね責任者だけガーって強いこと言いらしたけど、そらね、中山先生がどっか行ったらまた新しい人がちゃんと厳しく指すか、また中山先生みたいな人が来るようにできとると、ね、世の中ね、うまいことできとったよ。ないない、バランスだけ。そら中山先生みたいな怖い人がいなくなったけん、もうこれからは怖い先生がいない平和ですなんかありえませんから。そんな人生甘くないよ。絶対新しい怖い先生が来るのか。私の予想じゃね、体育の村上先生おるでしょうか、うん、バスケ部の顧問しとります、うん、あの人があんたたちの代の指導役というか指すと思うよ。いやいや、あの人めちゃくちゃ優しいもん。なあ、あんた知らんだけ。お兄ちゃんたちの代すごかったでしょ。もうあんたたちのそのヤンキーとかやんちゃっていうレベルじゃなかったでしょ、お兄ちゃんたちの代、うん、あの時代をね、生徒指導でバリバリやって怒ってからまとめらしたとか、中山先生、中山先生じゃなかった村上先生なあ。村上先生一番怖いって言われとっただけ。お兄ちゃんに聞いてよ。らもうそんなやって、もう村上先生なんかだけ言いよらしたって。名前ら中山先生ぐらいですぎゃビビっとってやみたいな。村上先生なんかすごかった場合って言っただお兄ちゃんだけ。多分ね、村上先生が次あんたたちの学年場ね、生徒指導で来るってお母さんは思うね。まあまあ言うとくし、私も。ええー、そんな言わんでって言う。中山先生がおらんくなったらまた学校がぐちゃぐちゃになるけんが、ぜひ村上先生お願いします、言うとく。いや、そのいらんことは言わんで。いらんこと言うとか仕事だよ、お母さん。ちょ、いいって別に、ね、そういうの言わんでいいから。だってね、ああやってね、ガー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 ね、怒られたかもしれんけどね、怒られるうちが花だけ。ああやってね、一生懸命ね、怒ってくれる先生大事にしなさい、あんた。悲しいなって、もう悲しんどらんもんね。いや、悲しんでるやん、だから。ああ、もう言われんくなんのかーって。でも大人になったらわかる。あがやって怒ってくれた先生が一番良かったなって、ありがたいなって思う日が来る。今はわからんでもよかばって。ばってね、あんたの担任もしてもらったわけだけ。感謝しなさい、ちゃんと、中山先生。怒られんくなったけん、ラッキーとか。ね、怖い先生がおらなくなったけんとかじゃなくて、ああやって一生懸命ね、ぶつかって怒ってくれる先生なんかにもうどんどん減っていきよっただけ。感謝しなさい、分かった。うん、ほんと。まあでも先生たちがおらなくなってもね、一番怖い人がここにおるけん安心しなさい。いいね、私があんたの人生の生活指導だろ。言って、ね、
生徒指導は私だから。うん、いい。人生においてうるさい。分かった？うん。さあ、どぎゃんなるかね新年度は。チャンネル登録よろしくね。